はい皆さんこんにちはようこそお越しくださいました CBS のチームリーダーの林と申しますえっと今日はまずこのようなテーマで私の研究室で行っているプロジェクトの一つについてお話ししたいと思いますただ本題に移る前に簡単に自己紹介がてら一つお話をしたいと思うんですけれどもどうして研究者になったんですかって聞かれますでそれ私前職は精神科医で非常勤も含めると8年間精神科医をやってたんですけれども その間に感じたことっていうのは心を病むってことは本当に大変な経験なんだなとその精神科医という仕事を続けるのがだんだん怖くなってしまったっていうのはおそらく本音でなぜかというとなかなか完全に治らない患者様も多いでなぜかというと根治的な治療法が少ないとでなんでそういうことになっているかというとなぜ脳が作動するか 動作するかそれすらも分からない部分もあるだったらば基礎研究から私は精神医学に貢献したいなと思ってそれ以来一貫して基礎神経科学という分野におりますそして今日はこの話をしようかと思うんですけれどもシナプスについてお話ししたいと思うんですけど人間の脳だと大体1000億個神経細胞の特徴っていうのはこの長い突起があってこの突起がシナプスという構造でつながってます。 とりわけ後部のことをスパインと呼ぶんですけど、今日からこれスパインと呼ばせていただきます。で、見てもらうと、このシナプスに電気が通っているのわかりますよね。で、電気が通ったり。通ったり。通ったり、通んなかったり、通んなかったり。で、シナプスというのは、大きくなったり、ちっちゃくなったりするんですね。で、大きくなると、安定して電気が通るようになります。というわけで、シナプス。 を介して脳というのは常に変化しているダイナミックな大ネットワークなんだということができますこれが脳ですそして千億人の場合1 0 0億個のニューロンその各々に一万個のシナプスがあってつながっているそれが絶えず刻々と変化しているこれが脳内ネットワークですすごいですよね 実際のニューロンを見てもらいましょう。これ、本当の本当のニューロンで顕微鏡で覗いた。まあ、ネズミなんですけど。で、これ一つの神経細胞です。綺麗ですよね。こんな綺麗な細胞、なかなかないと思うんですけれども。で、この緑のポツポツがスパインと呼ばれている。で、この緑のポツポツの数だけ興奮性のシナプスがあります。拡大しましょう。綺麗ですね。で、では、疑問としては、なんでこんなにたくさんシナプスってあるんですかってことと。 比べてみますとです。非常に小さいスパインから大きなスパイまでありますよねなんでこんなに大きさ違うんですかと私はまず最初申し上げたように精神科医だったんですけどじゃあこのスパインっていうのは心の病で変化してるのかいないのかじゃあもししてるとしたらそれがどのようなメカニズムを持って脳回路を制御しそして行動を制御するのかということを知りたいなと思ってだとしたら私たちは研究者なので直接見ればいい 直接シナプスをダイレクトに操作すればいいという考えになりますというわけであのこの二項子霊気顕微鏡という非常に特殊な顕微鏡を使うことによって脳の中を見ることができますもちろん人にこの技術を使うことはできないんですけれどもネズミだとこのように本当に毎日生きたままの脳の中を見ることができますで、これ一つ一つがスパインですで何だったら毎日見ることができます気の中とスパイが生えてくるという現象を見ることができます これが私たちが普段やってることなんですけどもこれをやってネズミの脳の中を見てみようということなんですけれどもじゃあ何のネズミを見ましょうかとそういうことになりますね。で私たちは統合失調症に興味があるので統合失調症のモデルマウスを使おうと。ネズミで統合って疑問はあるかと思うんですよねでそもそも統合失調症って何ですかという問題もあるかと思うんですけれども。 統合症っていうのは大体人口の1%が罹患すると言われている精神疾患で幻聴、まあ、とか妄想が聞こえて考えがまとまらないなどの認知的なあの障害が起こるため社会的にかなり不利益を得る,得ることが多いと言われている病気です。で大体1%の罹患率があって思春期からまあヤングアダルト若い時に発症することが多いので非常に人生においてあの不利益が多い そしてまあ病気の重篤度を示すダリーチというあたりが WHO から出てるんですけれども非常に高いあのランキングを示す大きな病気です。私たちが注目してていいるるののは遺伝学的モデルと言われているものですで統合失調症に関してはあのこれ言葉の解釈をあの丁寧にしていただきたいんですけども遺伝的な素因がまあ関係があると言われてます。 で人間の場合はだいいた3万弱遺伝子があるると言われてるんですけどもこれ全ゲノムで解析してどの遺伝子がどういうふうに関係してるだろうかということをこれ去年の「ネイチャーというところに出てるんですけどこの遺伝子で上に行けば行くほど病気に関係してる可能性が高いよねと言われてセット d 1 a という遺伝子なんですけどもこの,あの多形を使ったネズミを作り,作りましょうということで東京大学の加野先生が作ったネズミをいただきました。 以降、それを統合失調症モデルマウスと言わせていただきますけれども、見てもらうと分かるように、上の段がコントロール。まあ、対象マウスですね。健康なマウスなんですけれども。下を見ますとですね、やったろっきなスパインがあるということがわかります。非常に大きいです。こんなのなかなかなくて。分布してみます。分布を見てみますと、対腫マウスでも大きなものは確かにあるんですよ。非常に稀で、あの統合失調症マウスには、こんなに大きいものが割とゴロゴロあるんですね。 簡単に見つけることができますそうするとこの大きなスパインって何なんですかっていう疑問が湧くわけですよじゃあ神経こういうものが神経細胞にできてしまうと何が起こるんですかってことは知りたくなるわけですねなのでじゃあ直接この大きなスパインたちをいじってみようって研究者は思うんですよでこちら見てもらうと分かるように青でくくってあるのが普通のサイズのシナプス で緑が大きなシナプス、それで例えばポチってこのシナプスだけを特別に刺激したという意味です。それで見てもらうとわかるように、ここで何が神経細胞に起こるかっていうのがここでわかります。で神経細胞というのは、先ほどの豊泉先生の話にあったように、電気を発するんです。活動するんです。で活動するためには、この膜電位がこの閾値を超える必要があるんですね。でシナプスが入力すると、この閾値を超えて神経細胞が活動する。 ようなんですじゃあこの時に各々のシナプスを刺激してどうなるか見てみましょうまず1普通のサイズのスパイン2つ同時3つ同時どんどん同時にシナプス入力を入れていきますそゃどうなるかと。でついに8個のシナプスを同時に入力してついに発火したと神経細胞が活動したと。で8個のシナプスが同時に神経細胞に入って初めて神経細胞は発火できるんです普通のスパインの場合。でこれが大きなスパインだとどうかと。1つ目 二つ目、三つ目、たった三つであの神経細胞が発火してしまうんですね。で場合によっては一個でも大丈夫です。たった一個のシナプス入力があるだけで神経細胞が発火してしまいます。でこれがどれだけ恐ろしいことかというとこれから説明しますけれども、シナプス入力がバラバラ。例えば人間で例えるとみんながバラバラなことを言っていれば会議は決まらないですよね。決議しないと。まあにあのそうですよね。で 大脳皮質っていうのは神経細胞はそんなに活動しないんですよなのでみんなが一斉に同じことを言うっていうのは結構稀な現象なんですねだから普段こういう状態ですだけどもいやいやいやじゃあみんなで強調して何かしましょうっていうと初めてこのパって発火できるんです これが大脳皮質の衰退細胞の役割なんですね。つまり神経細胞の意思決定というのは非常に民主的だと言えます。ところが先ほど申し上げたように大きなシナプスができてしまうと、もう1個とか2個とかで十分なんですね。つまり神経細胞の意思決定っていうのは非常に独裁的になってしまう。 ということがみんなで初めて協議できることが一人の人が勝手に決めちゃうある意味こういう状態ですよねこの人が全部勝手に決めてしまうという状態になってしまうわけですそれは困りますよねってことですよねでさらにじゃあ次の質問シナプスと細胞の関係が分かりましたさらに細胞と行動はどう関係しているのかってことを知りたくなるわけですねじゃあ行動はどうなんだそうするとですねやっぱりこれを統合失調症モデルマウスで説明証明しようとしたくなるわけなんですよ。 でそのために以前私どもの研究室ではこの大きなスパインに光を当てるとバシッとこの大きなスパインを消してしまうという光シナプスプスローブというのを作ったことがありますこれを先ほどの統合失調症モデルマウスに使えばいいんじゃないのかなってことを考えるわけです。で例えば50日これ縦軸が認知 いいいっていう意味です上に行けば行くほどよくできましたと下に行くとよくできませんでしたっていう意味だと思ってください。でネズミで言うと50日60日っていうのはちょうど思春期からヤングアダルトまあだから統合失調症でいうところの後発年齢にあたる時です。で50日だったネズミがバシッと10日経つと非常になんか認知機能が悪くなるんですね。 これ私たちは統合失調症モデルマウスがこの時期に認知的なものが悪くなってしまう発症のような状態ないんじゃないかと考えているんですけれどもここで青い稲妻があるようにここで毎日1日1時間光刺激をして巨大スパインの生成を防止すると何が起こるかというとここのの50日の認知機能が下がが下らないということとうかりますそうすると発症してない少なくとも認知機能という意味では低下はしてないということが分かります。 つまり巨大スパイの生成を思春期の頃に生成を予防すると発症のような症状がネズミにおいては完全に防止できるということを示されたわけです。それれで皆さんこといね。ことですかと。あので研究者の,あの仕事っていうのは難しいことから本質的なことを伝えるのが一つの仕事なんですけどもう一つの本質は 正確に伝えることも重要だと思うんですねで、実はこの図はこの図の元になるのはこれだけの図なんですね今ここだけお見せしましたで、このフィギュア六サプリメンタルフィギュア9このすべての実験がこの実験が正しく行われていることを示すための実験なんですねで、これだけの実験を組み合わせて初めて私たちは確かに巨大スパインというものが少なくとも認知機能の低下に少なくともこのネズミでは 重要だということを確信を持つことができるようになったわけです。そこで新たに新しい仮説を提唱することができるわけです。で、これ神経回路の模式図なんですけれども、これ健常者。で、これまでの仮説っていうのは、今まで申し上げてなかったんですけどあえて、今まで統合失調症で一番皆さんが好んでる仮説というのはこのシナプスが少ないってことが。 言われているんでそのため回路がちょっと切れてるっていう。そういうことを想定されているんですけど、確かにこういう側面もあるかもしれない。だけれども、私たちは少なくとも巨大スパインにおいが。神経回路を変調させる。まあ神経回路をハイジャックするようなことも。重要なんではないかと考えています。一つメッセージして伝えたいのは。統合失調症でも自閉症でも、非常に疾患っていうのは異質性です。 例えばがんでも肺がんでもいろんな肺がんがあるのと同じように統合不調も一つの病気でではないんです大切なことは、まあ、難しい言葉で言うと患者の層別別化化って言うんでですすけれども、まあ、個別化医療ですよねこの患者様にとっての病態整理は何だとそれに対してその病態整理のメカニズムに対して本当に正確なメカニズムを解明したらそのメカニズムに立脚した治療戦略を展開したいこれが私たち基礎研究者が目指していることです。 つまり患者の壮別か個別かまたテイラーメイド医療と思いますねまあそういうことを繰り返していきたいとで最後皆様の記憶をあの確かなものにするためにですねあのちょっと漫画で書いたんですけどもスパインが減ることシナプスが減ること まあ重要かもしれないですけども、あの少しめちゃくちゃ強いやつが出てきてしまうと、まあ神経細胞の民主主義が崩れると、まあそういう時に神経細胞の演算機能意思決定というのがあの崩れてしまうことが心の病の一つの原因なんじゃないかということを考えたいと。結局何がいけないんですかと。いけないことがあお前が悪かったんですねと。原因をとにかく明らかにすることがとにかく重要ですということですね。 そうして原因がわかったら初めての機能回路の秩序を戻す手がかりを得ることができるんですねそのために私たちはヒーバー研,研究者というのは戦いを続けているとそのような状況でございます以上ですご清聴ありがとうございました